アフリカのサバンナや森林に住んでいる私たちアフリカゾウ。陸上に暮らしている動物の中で一番大きいんだ。長い牙は土や木の根を掘ったり喧嘩をするときにも使うんだ。水浴びや泥浴びをするのは皮膚の乾燥を防いだり暑さを避けるため。鼻を上手に使って植物の葉や枝、果物などを食べるよ。アジアゾウとどこが違うかよく見てみよう。